文州王は、九だらの第二十二代の王であり、先代の外郎王の子。意味な、送り名は伝わらない。三国式九だら本に、文州王期の文中や、日本書紀には、津王、三国維持王歴には、文明王という別名も見られる。外郎王が王位についたとき、文州は上、左兵として、外郎王を補佐するようになった。高栗の長王が年月に、 クダラの首都ハンスンに攻め入った際、街郎王の命で文州は白木に救援を求めに出ており、10月に白木の兵一万を引いてとに戻った時には、すでにハンスンは陥落して、街郎王は処刑されていた。文州は直ちに王位について、有心に戦とした。日本書期においては、有略天皇20年に、高空がくダラを滅ぼしたこと、同21年3月に有略天皇が、 旧マナリを、クダラの巣王に歌しして、国の復興をさせた、と記している。幸繰に備える体制を整えるため、476年2月に、大豆山城を修復し、観光の北の民を移住させた。3月には巣王を頼ろうとして長江詞を送ったが、たどり着けず、目的を果たすことはできなかった。また、国内では、実力者の海藩を、兵官、左兵、王帝の懇士を、 内津を三ミサヘイに任命し、長子三勤を大使に封じたが、今詩は間もなく没死した。その後、カイアダは、戦王を振るったが、文州王はこれを制することができず、かえってカイアダが放った資格によって477年9月に暗殺された。在位3年。戦王の廃止から戦闘を経て王権は低下しており、王権の回復は、ブネー王の即位まで待たなくてはならない状況に、 なっていた。476年4月、丹田国が蜜着物を献じてきたので、その使者に、恩律の位を与えたことが記されている。一時滅亡と戦としての最高という事情から、文州王、三金王時代のくだらの原資料は、錯綜しており、三国式年表においては、文州王の知性を三連とし、くだら本義文州王記では四年状が存在している。 ありがとうございます。